では今日は、月見煎茶の美味しい入れ方を紹介したいと思います。で、こちらが月見煎茶の茶葉になります。でこれを 5g を急須に入れます。で、月見煎茶はちょっと高い温度で入れます。90度ぐらいで入れます。でこちらでだいたい30秒ぐらい経ったら湯飲みに注いでいきます。ここに今日は春夏秋の収穫した茶葉があります。でこちらが春に収穫したかぶせ煎茶です。でこちらが、7月の中旬ぐらいに収穫したきらめきの煎茶ですね。夏の煎茶になります。でこちらが9月中旬に収穫した秋の煎茶になります。段階的に葉っぱがものすごくこう大きくなっていくのがよくわかります。はい、今日は月見煎茶の美味しい入れ方を紹介しました。また皆さんもお家で上手に入れてみてください。風力が強い。